一応ドレスコードはありました。水着です。え、歌舞伎っていうのは心中復讐人違いで殺されるみたいなことを聞いてて間違いではないですけれども、この高槻というお芝居殺し一切ありません。出てくるものは桜とお酒と下駄ですね。さて今回はですね、春行特別公演のことについていろいろ伺いたいと思うんですが、はい、もうファンの方、歌舞伎ファン、中村屋さんファンの方っていうのはもうピーチキパーチキでこの宣伝しなくとも皆さん必ず行かれると思うんです。いや、そんなことないですよ。いやいや、みんな行きます、みんな行きますとも。いやいや、そうですかね、はい。でプラスアルファ今回はですね、まあ、私のように歌舞伎というものに憧れがあるんだけれども、うん、最初の一歩を踏み出せない、うん、そんな方の背中をお二人にそっと押してほしいなと。かしこまりました。押しましょう。思っております。はい、押していただけますか。押しましょう。ありがたいお言葉、ありがとうございます。まずですね、もう本当にもう初心者初心者してびっくりしてこれは答えたくないっていう時は手を挙げていただいたら、はい、あの今の質問なかったことをしますので、はい、あのまずですね、この特別公演というのは、はい、いわゆる私が知ってるようなその私でも知って見たこと聞いたことあるよ、宣伝してるような歌舞伎座の大きいところで行うやつと、うん、どのような違いがあるんでしょうか。あ、そうですね、まあ、特別公演と目は打っていますけれども、この全国やっぱりあの歌舞伎をまだ見たことがない方、全国津々浦々にいらっしゃると思うので、その方たちのためにも、実際にその場所に行って、公演をするという形で特別公演という名を打たさせていただいてますね、うん、はい、だから別に変わんないってことだよね。そうそうそう、あのなるほど、あの何を着ていったらいいと思います？ああ、いい質問ですね。いい質問でした。ほら今手挙げるとこだったじゃん。いや私内心手挙げられたらどうしようか。いや、あの一応ドレスコードありまして、今回の、ね、うん、今回の春行特別公演は、はい、水着です。え？いやいや、あ、水着が NG ってこと？いや、水着で着ていただきたい。嘘嘘。いや本当に何でもいいんです。でも破れたジーンズはダメですよね。いやいや、そんなことないですよ。え、そうなんですか。ビーチサンダルでも大丈夫ですし、短パン OK、 タンクトップ、自分が恥ずかしくないと。あの、ね、そうやって本当に身近なものにしていきたいなという思い、やはりやっぱり歌舞伎座に見に行ったりとか、まあ、で関西だと松竹座、南座、特にあの顔見せに破れたジーンズって自分ではいけないでしょ。うん、無理です、無理です、そうそうそう、恥ずかしい、うん、だからあの今回のその公演はあのすごく歌舞伎を身近に感じてほしい公演なので、もう本当にあの自分が恥ずかしくなければ、そしてお客様に迷惑をかけない服装ならば何でも大丈夫です。そうですね、はい、いや、もちろん見てらっしゃる方、水着で行く人いないと思いますけれども、まあ、でもせっかく行くんだったら、私だったらきっと、まあ、ちょっと非日常な楽しさを味わいたいので、うん、そうですね、近所のスーパーに行くような格好では行かないと思います。あ、やっぱりちょっと可愛い格好していきたい、ね、あの演劇、まあ、歌舞伎そのを見に行く、観劇するのって一日のイベントとして捉えてくれたらすごく嬉しいです。だからやっぱり何を着てこうおめかして、やっぱりね、人も大勢いますし、を考えて、洋服を考えてお出かけくださって、芝居を見て楽しんでいただいて、その後ね、まあ今なんでね、外食っていうのはなかなか難しいかもしれないんですけれども、の芝居のなんだろうな、感想などを言い合ってくださったら、一番そのね、芝居見物としての一日を楽しんでいただければ嬉しいなと思います ね、 ですね、うん、今回の公演が私のような初心者にちょうどいいと思ったの理由がもう一つあって、もうお金のこと言って関西人はと思われたらあれですけども、3300円から9500円の間という、でもリーズナブルっていうのもなんか失礼なのかもしれないですけど、本当に手の届きやすいお値段なんですね。やっぱりあの歌舞伎の目に行きたいけれども、二の足を踏むきっかけとなるのはやっぱりチケット代があると思うんです。やっぱりあのね、あの
その歌舞伎座だとか松竹座で書けるものっていうのは、場数も多いですし出演する人数も多いですしやっぱりねチケット代っていうのをなかなか下げるのは難しいんですけれどもこの公演は今言った通りいろんな方に見に来てほしいので、やっぱりそのねお金というね、安くしたい1万円は絶対行きたくないっていうのはあの思いでやっておりますね。この機会を逃したくないと私も思っているんですが早速中 その演目のお話伺ってもいいですか。はい、高槻というこれは踊り、踊りでセリフもある。そうですね。ストーリーはどんなストーリー。ストーリーはですね、桜満開のところに、これはお狂言から取ったものなんですけれども大名猿大名さんとその家来の、太郎冠者さんっていうのが出てきて、まあ、お花見というかしようじゃないか、そこに次郎冠者さんが出てきて、ちょっとお酒を飲みたいから、お酒を飲みましょう。で杯を地面にそのまま置いちゃうんですね。で大名が怒っていや高槻持ってこいと。そう、その通り次郎冠者は分かんないんですよ。高槻いやお前高槻を求めてくるまではダメだよって言ってやられちゃうんですよ。買いに行けと。そうどこ行けで高槻分かんないっていうと売り声が聞こえて足田売りっていうのが出てくるんですね。はい、それが下駄を売ってる人なんです。はあはあ、でその下駄売りの商いの声が高足売りましょうという声なんですね。で僕は分かんないから高槻買いましょうっていうふうに言いながら歩いてるわけですよ。その声がリンクした時に次郎冠者さんがそれって高槻ですかって言うとピンときた足田売りさんは高槻じゃないけど高槻ですってそれを売っちゃうんです。悪いやつだ。そうなんですよ。そうなんですよ、それで高槻あよかった主人から高槻求めて来いってきつく言われててこれ出会ってよかったって言ってこれはお杯を上に乗せるものですよねってそうそうお杯を上に乗せるものですよねって言って自分でこのお酒持ってるんです。でここでちょっと一杯やろうかってその足田売りに言われて飲んじゃうんです。で大名からのお酒を全部飲んじゃって酔っ払ってるところに大名が帰ってきてさあどうなるっていうねすごく分かりやすいお話ですね。コメディとはまでは言わないですけれども、楽しげなお話でしたね。そうなんですよ。私ね歌舞伎が大好きな友達から、歌舞伎っていうのは心中復讐人違いで殺されるみたいなことを聞いてていや間違いではない間違いではないですけれどもお友達のその趣味思考が、違うそうですその三本柱だみたいなことを聞いてたんで、はい、今私どっかで誰か殺されると思ってこの高槻というお芝居殺し一切ありませんで楽しい、はい、出てくるものは桜とお酒と下駄ですね。桜とお酒と下駄なんかいいですね春って感じ。そう春の最初の公演にふさわしい、まさにその春を感じられる作品ですね。なるほど。その下駄があれですね資料にあったそのダップダンスにつながっていくわけだ。そうなんです。それは人が死ぬのにタップダンスしたらやばいですよ。いや高槻危ない話だなと思ったこの後いや全然危なくないですよ本当にほのぼのとしたとっても楽しい踊りですね。その注目されている、よくですねやっぱり公演を紹介するときには、分かりやすいものを紹介するじゃないですか、はい、その和製タップダンスみたいなのが注目されやすいと思うんですが、今の話特別出てこなかったということはそのストーリーの中に溶け込んで、そうですね、ふわっと出てくるわけですね。そうなんです。そのだから最終的にその、間違って買い求めた、下駄がどういう風になっていくかっていうのを楽しんでいただくのが一つだと思いますね。よかった。そんな楽しい話もあるんですね、安心しました。そうなんですよ、はいはい、これやってるとですね狂言の中にはお酒というものが出てくる作品が多いんですけれども高槻やってるとね本当にやっぱり7割8割は女性のお客様なんですけれども、2割の男性のお客様が
ものすごくニヤニヤして見てくれるんですよニコニコじゃなくてニコニコニヤニヤしながらああもうお酒好きなんだろうなと思いながらねこっちは できるんでね楽しいですねそれは。七之助さんその舞台の時っていうのはこうやっている側じゃない立場から見た時もこう会場と一体になりやすいんじゃないですか。なりやすいですしもうとても素晴らしい舞台装置あの狂言物なんですけれども桜満開の中であの松場目っていうあの、まあ、狂言のスタンダードなものがあるんですがそれじゃなくてですねもうこれはもう綺麗な桜の中あのほのぼのとした中にそう先ほど言われた通りタップダンスが盛り込まれてですねとっても楽しいワクワクするあの演奏者さんとの掛け合いとかもとってもライブ感が強い作品ですね。これはあのお父様もされて演目で演じてらっしゃってもうあの祖父があの作り上げた作品といっても過言ではないものですね。それを父がまあ受け継いでそして今私がやらさせていただいているっていう。このね教えてもらうのって何かあるんですか。教科書とか譜面とか。あんまりないです。 もちろんあの行動でのそうです口立てというんですけど口立て、はい、それはどおあの弟七之助さんから見られてこう受け継がれたものって全く一緒が素晴らしいんですか。それともオリジナルが入って自然に入ってくることが良しとされている世界なんですか。あのですね、まあ、祖父から父が言われたのはとにかく真似しろ、うん、真似して、まあ、その新解釈は死んだ後にしてくださいっていうのを言われたぐらいですから、そうですね、まあ、今ではまあ、いろんな方がいらっしゃると思うんですけれどもやっぱりあの先人からの教えっていうのは大事にそれで一月二月やってると自分のものにだんだんなっていくのでそこから自分の色というものが出てくると思いますね。あまりにもガラリと変えてしまうとやはり私たちもその高槻というものを見ている目というのがあるんでそれは違うんじゃないかなっていうねことになってきますよね。あの難しいところではあるんですけれどももちろん真似をまずしないといけないと思います、うん、あのそれができないとまずダメだと思うんですけれどもかといってじゃあ真似だけであのずっと その殻から閉じこもってですね相手役さんがいるのに例えばメモを見なかったりこのキャッチボールもしなかったこれは良くないと思います。なのであの真似をしつつやっぱり相手役さんがいる場合には相手役さんとの呼吸だったりすることも大事にしなくちゃいけないですけれども基本的なものというのはやはり一番最初の発役の時は特に、教わった方の通り、うん、真似をするということが僕たちはそういう教えでしたね、うん、長くファンでいてくださってる方々からしたら同じものを見れる同じ空気を見れるというのはすごい幸せでしょうね、うん、あ、まあそうですね、うん、嬉しいと思う。いやそれはだからそれが歌舞伎を、まあ、長く見る楽しみの一つでもあるんじゃないかなと思います、うん、それはまあ親子だけではなくその家柄を抜けて誰が誰に教えてもらってその人の匂いだっていうのが脈々とつながっていく楽しさっていうのも味わえるのが歌舞伎の一つなんじゃないかなと思いますね、うん、この演目には鶴松さんも、はい、一緒に出演されるということですよね、うん、そうですね。鶴松が先ほど言ったあの足田売りという悪いやつだ、はい、次郎冠者を騙す男でございますので彼もその、ね、ちゃんとしたその、まあ、大きい、お役でのお狂言ものっていうのは初めてに近いと思いますので、はい、まあ、これもあの2人で話し合いながらあの楽しく作っていけたらいいなと思いますね、はい、ありがとうございます。でちょこしてるにもかかわらずその油屋のお染さんという娘さんとできちゃう。ほらほら大変どうします。できちゃうね大好物みたいな、ね、めちゃくちゃ面白いじゃないですか